ニュンテニュン。新品クロス高いの会長の塩田さんです。おはようございます。それから田中さんです。おはようございます。それから国立赤城青少年交流の家ですね。池森さん。大村さんです。おはようございます。あと3名ですね。今こちら来ますから。じゃあとりあえず来るまでの間、塩さんの方から今日の工程と注意を一つお話ししてください。いや、二班なの。はい。おはようございます。おはようございます。今日の作業について言いますね。今日は、ね、草刈りっていうわけなんですけども、ちょっとねスタッフのこっちの間違いでね、間違えてね、うっかりしてて、今やったってもう意味がないんです。なんで草刈りをするかっていうと、木の成長を促すためにするんですね。もう木の成長、あとは紅葉する木でも終わりでしょ。だから本当は8月の上旬にやらない。4月と6月と8月。庭園なんかだったら今からきれいにした方がいいんです。ここは庭園じゃなくて、なるべく鹿に入ってほしくない。あんまりきれいにしちゃうと、鹿さんどうぞお入りくださいって。そうすると鹿に木を食べられちゃうんですよ。だから刈るんならばね、鹿が入りづらい風に刈る。ということは、鹿のお腹に当たるぐらい、50センチぐらい残して刈る。そうすると鹿が入りづらくて嫌がるでしょ。そうすると木を食べなくなる。でね、これからの時期は草がなくなるんで、このヒノキの木は美味しいらしいんですね。この皮を食べられちゃうんですよ。で、ここに電気柵がありますけども、電気柵が効くのは夏の間だけ。冬、雪が降るとどうなりますか？放電車。そう、放電車ですよね。だから冬はね、役に立たないの。で、鹿がもう自由に歩いちゃうんですよ。だから去年まではね、鹿に食べられないように鹿が生きられる薬を塗ったんですけど、今日はその薬の用意がないんで、次は後から塗ります。今日塗らずにね。ですから鹿が入りにくくするのが一つと、まだ、11月ぐらいまではこれ平気ですから、この電気柵の周り、電気柵に草が当たるとショートしちゃいますから、当たらないように草を刈るということがまず今日のメインです。ね、でくれぐれもこの電気柵を切らないように。で、きっとね、縛りつければまたですから、そんなに落ち込まなくてもいいですね。ちょっとでも、なるべくなら切らない方がいい。3つもあるんですよ。で、もう一個は、自分の足も切らないように、怪我をしないようにしましょう。ですから、今日の作業は、この電気柵の中、周りを草刈りをする。はい。で、釜を使うのは初めてですか？何回もやってる。はい、大丈夫、大丈夫ですね。じゃあ、さっきも言ったように、自分の足を切らないと草を刈るんです。間違いないように。楽しくやりましょう。よろしくお願いします。それとあと、木工のやり方を一つ。ああ、木工のやり方。粉を。